はい、こんにちは、レトスの小野です。7月3日の3問に入っていきます。A は B の代理人として、B 所有の土地について、C と売買契約を締結したが、A は無権代理人であった。C がこのことを知っていた場合でも、C は AC 間の契約を B が追認するまでは取り消すことができる、丸か×かという問題です。考えたい方は一旦動画ストップしていただいて、動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えはどうなっているかというと、これ×ですね。無権代理人の相手方、今回で言うと C さんですね。C さんは過失の有無に関わらず、無権代理について善意であれば、つまり A さんが無権代理人だということを知らなかったのであれば、本人の追認のない間は取り消すことができるんですね。知らなかった場合に限って相手方は取り消すことができるんですよ。で、今回の問題では相手方 C は無権代理人であることについて知っているんですよね。したがってこれ取り消すことはできません。したがって誤りです。無権代理行為を取り消す場合、相手方 C っていうのは善意が要件なんで、これしっかり頭に入れておきましょう。では問2ですね。宅地建物取引業者は、その免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事から、営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなった旨の通知を受けたときは、供託額に不足を生じた日から2週間以内に、その不足額を供託しなければならない、丸か×かという問題です。これ答えは×ですね。取引相手が供託所に対して還付請求をして還付された場合、供託所は免許権者に対して営業保証金が不足しましたよっていうふうに通知するんですね。で、その通知を受けた免許権者は取引相手に損害を与えた宅建業者に対して不足額の営業保証金を供託してくださいと通知します。その後、通知を受けた宅建業者は通知を受けてから2週間以内に不足額を供託しなければなりません。したがって今回の問題っていうのは不足が生じてからって書いてあるんですね。これが誤りです。正しくは通知を受けてからなんですね。今回の問題に関する還付については非常に重要なので、営業保証金制度を利用した宅建業者と還付のつながり、全体像についてきちんと理解しておきましょう。短期講座では動画を使って解説しております。で、3番ですね。地区計画の区域内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築等を行う者は、いつまでに行為の種類、場所などの一定の事項を誰に届け出なければならないかってことですね。で、これは昨日の内容、動画、メルマガでもお伝えした内容です。なので、復習ってことですね。まず、いつまでにっていうのは、当該行為を着手する日の30日前まで。で、誰に届け出が必要かっていうと、市町村長です。この二つですね、キーワードになってきますので、ちゃんと頭に入れておきましょう。で、一応ですね、確認のために読み上げておきます。地区計画の区域内において、土地の区画の形質の変更、これは土地の工事ですね。造成工事とか、そういったものです。そのような工事をしたり、建築物の建築を行うものは、この工事を行う30日前までに、行為の種類だったり、場所だったり、そういった一定事項を市町村長に届け出をしなければならないということですね。これはそのまま覚えていただければ大丈夫です。そして短期集中実力アップ講座の特徴は、こちらの動画参考にしてみてください。他の通信講座や予備校と何が違うのか、どうして短期間で実力を上げることができるのか、そこまで解説しております。今年あなたに絶対合格していただきたいと思っておりますので、一緒に勉強して、私と一緒に今年の合格を喜びましょう。あなたの受講をお待ちしております。レトスの小野でした。